サルドゥリ三世は、ウラルト王国末期の王、紀元前639年から625年、ウラルト王ルサ2世の息子。この時代のウラルトは、衰退が甚だしいためか、資料が極めて限られている。サルドゥリ三世個人についてわかっているのは、彼の父王の名が、ルサであるということと、アッシリア帝国の王アッシュール・バニパルと、同時代の人物であるということのみである。 在位期間のみならず、サルドゥリ3世が、ルサ2世の次の王であるというのも推定に過ぎない、ことに留意すべきである。サルドゥリ3世ではなく兄弟のエリメナやその子孫が、先に王位についたとする説もある。ウラルトゥは、信頼者であるスキタイの脅威を受けていたためか、かつての宿敵アッシリアと協力関係にあったようで、ある。ウラルトゥはこの時代アッシリアの属国になっていたとする。 説もある。それはアッシュール・バニパルが残した以下の記述から推測されている。ウラルトゥーの王、イシュタルドゥーリは、その祖先は、我が祖先に対して、兄弟よと書き送っていた。今やイシュタルドゥーリは、ちんと我が神の力や行いを恐れ、常に、息子が父親に対するように、我が主人よと書いている。彼は常に、王よ、我が主人よと書くようになり、 真を尊敬し、多くの貢ぎ物を収めた。土地贈与に関する王の文書。過端に、王の円筒印象が捺印してある、この時代のウラルトゥ全般に関する資料は、限られているが、サルドゥリはその塔、従来のトゥシュパから、北東のテイシュバニに移したと思われる。サルドゥリ三世の時代に確実に属する資料は、カルミル・ブルールの発掘調査で発見された。 経済活動についての年度版、文書2点のみである。息子のサルドゥリ4世も大いについているが、上記の通り大いの継承順は明確ではない。ロシア語版による記載、ありがとうございます。